マケドニア王としてフィリッポスの施した各方面での業績はどれも大きく、軍事面の改革だけ取り上げても一冊の本が書けそうなのですが、ここではなくなく割愛します。紀元前338年、マケドニアはアテナイおよび邸イを主力とするギリシャ諸ポリス同盟軍とカイロネイアの地で激突しました。包囲を警戒し、両翼を天然地形に委託した諸ポリス同盟軍の直線王隊に対し、フィリッポスは当初から右翼を突出させた斜線陣を取りました。あれ、側面さらしちゃうからダメなんじゃなかったっけ そうですね、フィリッポスは、軽装歩兵、を主力の前衛として展開することで、この弱点を補強していました。軽装歩兵とは、投げ槍やりや、弓や、投石などの飛び道具を主たる武器とした歩兵で、重装歩兵と真正面からぶつかればとてもかないませんが、遠距離から攻撃可能で。また機動力では圧倒していたため、一撃離脱の繰り返しを基本戦法としてファランクスに十分対抗できました。戦いが始まると、同盟軍左翼のアテナイは、この突出したマケドニア軍右翼めがけて殺到しました。 これに対し、マケドニア右翼は劣勢を装いながら徐々に後退することで、逆にアテナイ軍を突出させてしまいます。そしてこれにより同盟軍の中央と左翼の間に感激が生じます。この感激に対して、フィリッポスの子アレクサンドロス3世率いる騎兵隊が突撃し、やすやすとその感激を貫くと、左に旋回指定売軍の後輩を襲いました。 またもう一つの騎兵隊とその随伴の軽装歩兵も敵の右翼へ殺到して蹴散らしたため、定売軍は正面は軽装歩兵に塞がれ、即配両方を騎兵に突かれる形となり大混乱に陥ります。同時に戦術的な交代を続けていた右翼も前進に転じ、マケドニア軍全軍が突撃を開始したため、疲弊し、地形の起伏もあって隊列の乱れていたアテナイ軍はこれを支えきれず改装、定売軍は前後左右から包囲され、殲滅されました。マケドニアは、 敵の陣形を動かすことで感激、即敗、大海、さらに当時ギリシャ世界ではあまり重視されていなかった騎兵を決戦兵器として用いることで勝利しました。この勝利により、マケドニアによるギリシャ支配が確立されました。その後、フィリッポスは小アジアからペルシアを駆逐する遠征を計画していましたが暗殺されてしまいます。一大で偏境の弱小国を最強国へと引き上げた彼の偉業は、自らを大王と称した息子へと引き継がれることとなります。 アレクサンドロス大王は、軍事理論家からしてみたら、無視も軽視もできない割に扱いにくいことこの上ないという、厄介な指揮官かと思います。どの戦いでも、相手側は数的に圧倒的優勢であった上、戦術的に見て致命的と言えるほどの誤りは犯していません。アレクサンドロスの戦術は理論的な基本から一見外れており、しかしそのこと自体が敵を狼狽させ隙を生み、結局大勝利してしまうのです。アレクサンドロスの軍隊の戦いはどれも教訓あるものばかりなので選びにくいのですが、2つの戦いを取り上げることとします。 まず一つ目が紀元前333年、対ペルシアのイッソスの戦い、です。当初、両軍はアマノス山脈を挟んで牽制し合う形となっていました。双方が決戦による敵の殲滅を目標としていたのですが、お互いに相手の意図はわからないため、腹の探り合いになっていたようです。兵力としてはペルシア軍の方が倍以上であったため、永遠回戦となればペルシア側に部がありました。ほぼ同じタイミングで両軍は行動を開始したと思われます。 マケドニア軍はイッソスを侵発し、アマノス山脈とイッソス湾に挟まれた狭い海岸沿いを南下してシリア平原への入り口、シリア門へ向け前進しました。一方、ペルシア軍は北上してアマノス門という地境を越えて小アジアに入り、イッソスを抑えてしまいました。ここまでの過程については、アレクサンドロスは裏を書か,かれたとか、わざと誘い出したのだとか、諸説あります。今となっては謎ですが、単にすれ違いになっただけの可能性が高いです。 ただ結果として、ペルシア軍が迂回に成功し、戦場の決定権を得た、というのは事実です。ペルシア軍指揮官ダレイオス3世が選択した戦場はピナロス川沿いでした。ペルシア軍は川の土手を障害として利用し、防御態勢で布陣しました。このダレイオスの選択を、優勢な兵力があったにもかかわらず狭い地域を選択したという戦術上の誤りだとするのが通説です。 しかし、意図のいかにかかわらず迂回がなり、正解権も握っていた彼はこの時点で、決戦ではなく封じ込めによって、勝利を得ようと目論んでいたと考えれば自然ではないでしょうか。そして彼のこの選択は、戦術的に見ても妥当だと思います。確かに一般論としては、平数で優勢なのであればより広いエイヤを戦場として包囲殲滅を試みるのは適切でしょう。 しかしアレクサンドロスの驚異的な強さはすでに十分証明されており、永遠でマケドニア軍に自由度を与えれば何をしてくるかわからない恐怖心があったはずです。防御を固めるというのはかなり角度の高い選択肢であり、理にかなっています。アレクサンドロスは、迂回されたことを知るとすぐさま転身します。そして翌日午後に戦場に到着すると、抗軍隊形から流れるように戦闘隊形へ展開し、なんと間髪入れずに自身を戦闘に突撃してしまいました。 これは完全にペルシア軍の意表をついたものであり、勝因はこの下段に尽きると言って過言ではないでしょう。ペルシア軍も歴戦の軍隊です。重装歩兵で応隊を組み、ちゃんとその前衛に軽装歩兵も配置していました。しかし欲はというと、まず海側の右翼には騎兵隊を集中配置していました。これは側面援護のための基本陣形ではありましたが、海から側面攻撃や包囲を受けるというのは考えにくいため、少し愚かでした。 そして反対側の左翼には騎兵は配置されていなかったらしく、一応丘上に小規模な分献体、騎兵プラス軽装歩兵、置いていたのみでした。これでは左翼の側面援護がお粗末すぎます。ただこれも、地形を見れば理解できます。ピナロス川の上流はこのような作雑地形だったので、まさかここを敵の騎兵主力が突破してくるとは思いもしなかったのでしょう。結果論ではありますが、ペルシア軍は右翼に騎兵を集中しすぎでした。 チャンスがあればこの騎兵で攻撃に出て決着をつけてしまおうという欲があったのは確かだと思います。アレクサンドロスは、すぐさま突撃したと入っても、冷静でした。まず自軍の騎兵および軽装歩兵の一部を敵の文献隊の牽制に回し、側面を突かれることを防いでいましたし、騎兵単独ではなくしっかり随伴の軽装歩兵を追従させることで、突破後の騎兵隊の側面の防護、孤立の防止、突破口の維持、拡張を怠りませんでした。 ペルシア軍左翼は後続のマケドニア重曹歩兵の突撃によって完全に崩壊しましたアレクサンドロス率いる騎兵隊は突破後定石通りペルシア軍中央の後輩を襲い勝利を確実のものとしましたペルシア軍本営にまでマケドニア軍が迫ったためラレイオスは慌てて逃げ出しますそして中央と右翼も敗北を悟り撤退に移りペルシア軍は総崩れとなりますただしそれまでの間マケドニア軍中央と左翼は逆に攻勢を受け大苦戦していました アレクサンドロスはもちろんそうなることは予想していたでしょうが自軍への信頼と突破・即敗攻撃が成功すれば他でどれだけ苦戦していようと絶対に勝てるという確信があったのでしょう続いてイッソスから2年後紀元前331年のガウガメラの戦いですペルシア軍は有利な大平原で迎え撃つ形を取れたと言われていますガウガメラというのは昔あった村の名前らしいですが今のモスル周辺という以外に正確な位置は分かりません また現存する文献資料はアレクサンドロスの時代から数百年後に書かれたものばかりであり、記述にはいろいろ食い違いもあります。つまり身も蓋もないことを言ってしまえば、マケドニアが勝ったという結果以外には確実なことはほとんどわからないのです。というわけで、あえてここでは純戦術的な観点から仮説を試みてみようと思います。もちろん、勝因となった革新的な部分は事実と仮定します。 まず大前提として両軍の目的を知らなければなりませんが、この戦いはマケドニアが攻撃して敵を撃滅しようとする側で、ペルシアはそれを撃退、防御する側だったのは明らかです。戦場選定段階の戦いきさつから、ダレイオスはまずユーフラテス川、ついでチグリス川と、どうしても河川障害を利用してマケドニア軍を防ごうとしていたことがうかがえます。結局、いずれも遥か上流でマケドニア軍にとか、迂回、されてしまったため、チグリス川東岸で戦わざるを得なくなりました。 ここで戦場候補地域の地形を見てみましょう。ペルシア側からの目線です。まずは、小座部川の線です。ここも候補にはなったでしょうが、右翼を委託できる地形がありません。チグリス川から丘陵地帯まで1 0 0トルもあり、さすがに遠すぎます。次が大座部川です。左手、西側、にチグリス川、右手、東側、に低いですがいくつか丘があります。ここを河川障害として活用し、南岸を主人地として迎え撃つのが戦術上は妥当だと思われます。 ここからは、文献資料も参考にはしながらも、自分がダレイオスならどうするか、という話になるので、絶対にうのみにはしないでください。まず、右手の丘上に騎兵と随伴軽装歩兵を配置し、マケドニア軍の左翼にプレッシャーをかけられるようにします。主力をどこに配置するかですが、その左翼をチグリス川に委託するべきです。 他の騎兵部隊と主力に多少感激が空いてしまったかもしれませんが、マケドニア軍が包囲や側面攻撃を試みてくれば、丘から逆にその側杯を攻撃できる体制なので問題ありません。川沿いには軽装歩兵の第一陣を、そしてその後方に数百メートルの間隔を置いて騎兵、チャリオット、戦争、重装歩兵等からなる第二陣を敷きます。第一陣は、マケドニア騎兵隊の減災と地帯、および後続歩兵との分離の役割を担います。 そして、2つの陣の間のポケットで四方から敵騎兵隊を押しぶしてしまうという方針です。第一陣は河川障害があるので、軽装歩兵でも敵のファランクスを一定時間足止めできます。さて、対するマケドニア軍ですが今度はアレクサンドロスは、攻撃を1日延ばして野営地を設営しつつ綿密な偵察を行ったとのことです。 戦い当日、マケドニア軍が前進を開始すると早速、岡上のペルシア軍騎兵が攻撃をかけるとともに、その一部は迂回して後方のマケドニア軍や英知を襲撃し、蹂躙します。しかし、その対応を左翼の騎兵隊と軽装歩兵に任せ、主力は前進を継続、対岸の敵の射程内に入ったところで、くさび型体系で一気に突撃し、敵の第一陣を突破します。ペルシア軍にとって誤算だったのは、ここで騎兵と随伴歩兵を分離できなかったことであり、それが命取りとなりました。 アレクサンドロスは敵第二陣の重厚な婦人を見て、闇雲に突撃しても成功しないと見抜いたのでしょう。敵陣と平行に右方向へと移動し始めます。軽装歩兵が弓や投石、投げやりで挑発を行いつつ、追随していた重装歩兵とともに側面を守ります。これに応じて、ペルシア軍のチャリオットや騎兵がそれを追う形で攻撃をかけますが、随伴歩兵に妨害されてしまいました。重要なのは、このアレクサンドロスの軌道により、ペルシア軍の陣形が乱れ感激が生じてしまったことです。 特に、左翼に突撃をかけられるのを警戒して中央の戦力が左翼側へスライドしてしまったようです。こうして騎兵やチャリオット戦力が削がれ、かつ諸々に感激が生じることとなったペルシア軍に対し、アレクサンドロスは急旋回し、左翼と中央の間、テウスとなった箇所に突入しまししした。たこううなってしまってててまままららもうおしまいいでです。彼らの突破を防ぐ手立ては残されていませんでした。 分断され包囲されるのを恐れたペルシア軍左翼は退却し、後輩を疲かれた第二陣全体も回送、ダレイオスはまたしても逃走することとなりました。マケドニア軍左翼を攻撃していたペルシア騎兵はかなり優勢で勝利寸前でしたが、全軍の崩壊を見て敗北を悟り、退却に移りましたアレクサンドロスはその後も数々の戦いで勝利を重ねましたが、紀元前323年に33歳という若さで急死、帝国は後継者争いにより分裂しました。 アレクサンドロスの遺産の一つとして、戦術は一つの完成を遂げていました。以後は世界中でその遺産が引き継がれることとなります。それは一般に、金なとこ戦術として知られるもので、発想自体は古くからあったものの、彼が完成させたと言ってよいでしょう。見てきたように、重装歩兵等で敵を引きつけ食い止める間に、騎兵軽装歩兵が突破もしくは包囲する戦術です。その基本思想は現代に至るまで有効であり続けています。では、次はシャープ6の中世編で。 ご視聴ありがとうございました。